今日も全力ぶっちぎりマキピラ君とミオでございます。はい、期間限定イベントモンスターブライダル降臨キャラということで、これだけは作っておけっていうキャラクターをね、皆さんにお知らせしたいので、ちょっといろいろ調べてみました。おう、で、どこで使えてどんなキャラなのか、特に同世代の人、ね、まあ俺40代、うん、30代の人とかね、うんうん、まあ忙しいじゃないですか、うん、まあ効率を求めてね、やる人も多いと思います、うん、で、今回は運極の優先順位をはっきりさせておけば、うん、何に時間を使ったらいいのか判断しやすいかなということで、降臨キャラクターの紹介の方をね、していきたいと、思いますちょっと待ってよ、急に振らんでくれる急なの？じゃあ今そういう流れじゃなかったことない？そういう流れでした。そう。はあ。もっとさ、なんか違う。なんだよ。全力？バチリレー！まずは1キャラ目。うん。チャペリー。はい。特徴なんですけど、1つ目、アビリティに SS ターンチャージを持ちます。うん。で、SS ターンチャージっていうのは、味方3体に触れた時に発動して、3体目のキャラクターの SS ターンを短縮するっていうやつです。うん、まあ、これ2ターンですね。で、3体触れる必要があるため、1手目の降臨キャラが持っていると効果的だから、ガチャゲンが持ってるより降臨キャラクター持ってるとこれすげえいいんだよね、うん、だってビューってそうだ、ね、当たるだけ最初なんかまたが、ね、当てれるじゃん、うん、だからいいかなっていう感じです。なるほど。2つ目、友情が SS 短縮だ、うん、これ触れたキャラの進行方向に発射された弾が味方に当たったら SS ターンが短縮されます、うん、敵に当たったらダメージが入るっていう友情です、はい。3つ目、ストライクショットが実況化&触れた味方の SS ターンを短縮。なんか SS のことばっかりね、この人。うん、それ後で触れるからちょっと待ってくれよ、はい、まあこれね、16ターンと結構早く打てます、うん、これもいいよね、はい。4つ目、ラックスキルがガイド、うん、これ、まあ、反射なんで難しいコースとかね、要求されるときにガイドはめっちゃ有効だと思います、はい。で、SS ターンチャージを活かしやすいっていうのも一つ、うん、だからこれはね、運極にすると、うん、このラックスキルが発動しやすくなるので非常に有効かなと思います、はい。5つ目、同アビリティ持ちが非常に危険、うん、これね、爆豪、テラ、イタドリ、特にイタドリなんかね、SS ターン短縮できるとすげえいいかなと思います、うん。で、ちょっと例題なんですけど、チャペリーで SS 短縮、ストライクショットね、はいはい、うん、短縮します。爆豪で弱点効果アップして、テラで味方強化して、イタドリでワンパン、この流れ最高じゃない？おすごいね、うん、だこれができちゃうんだよね。これ運枠2だからね、テラとチャペリーの。あ、そっか。そう、本当やね。うん、これやべえよ、うん、この組み合わせ。へー。ということで、連れて行けるクエスト、はい、爆絶エスカトロジーシャンバラ読み、超絶で言うとヒヒイロカネトーテツカイジューダスカイクシナダツクヨミ、超究極シンイシス、うん、激究極チュパカブラ、タマズサ、スコーピカなどなど、うん、まあ結構いろんなとこ行けます、うん。で、マドエス、はい、SS 短縮サポートお化け、お化け、お化け特にワンパンキャラのイタドリのサポートができるのが大きいです、うん。降臨キャラにはあんまり火力は期待できないので、サポート特化は貴重、うん。他に同じようなキャラが存在しないため代用が難しいので要注意、うん。めっちゃいいキャラです。なるほど。で、運極優先順位、うん、S、 おー、これはね、絶対作っといた方がいい。 S 来ましたね、うん、初めてつけた。そうだね、ワンパンキャラのイタドリのサポートに使えるため、運極作っていないとガチで後悔する可能性が大。これって限定の降臨なのかな。限定です。そうだよね。そう、だからこの機会逃すとマジでやばい。手に入らん、うん、だからもうこれは絶対作った方がいい。おー、はい。次のキャラクター、ウィンディア、かわいい。うん、これかわいいよね、確かに。一つ目、今回の限定ガチャキャラ、うん、木陰アルファと同じアビで同じ貫通。おお、怖えな、こいつ。本当に怖いんだよ。二つ目、SS が分身&号令。これね、トドロキが魔法陣ブースト持ってるので、うん、まあ、鶏状態のトドロキを打ち込めたら結構火力出んじゃねえかなと思ってます。へえ。うん。三つ目、友情が全敵ロックオンレーザー L。うん。これ同アビ、同じアビリティ持つ、うん、ダメージボールアンチ魔法陣貫通のギャラクシーサーペント神化がいます、うん、なんだけど火力の差が歴然全然違う、うん、一応代用キャラはいるんだけど、うん、もう火力が全然違うんだよね。4つ目、ラックスキルが友情コンボクリティカル。あ、いいね。そう、これもいいよね、うん。まあ降臨キャラクターにしてみれば、うん、結構いい友情もらったなという感じですね、うん。まあ、属性友情だし、はい、そうだね、うん、いいかなと思います、うん。いけるケースト、う
超絶グンダリ明王エンマテンカインアシュラアシュラカイ、うん、で劇究極がペンネファウンティミクモフカヒレ皇帝ヘカトンケイル、うん、オチセ、うん、などなどかな、はい、結構いけます。またです、木陰アルファの接待が来た際に非常に怖いキャラクター、うん、ギャラクシーサーペントとの火力の差がかなりあるが英雄の証でワクワクの実をつけれる点があるので何とも言えない、うん、木陰アルファがリレーションカッターで雑魚処理ができないところを補う可能性もあります。通常降臨キャラの中では非常に優秀なキャラクターです、うん、なかなかいいね、うん、運極優先順位、うん、A、 お代用キャラとの差が非常に大きいためできれば作っておきたい、うん、まあギャラクシーサーペントで一応代用はできるんだけど、うん、ちょっと圧倒的な差があるから、うん、しんどくなるかなっていうのはある、うん、ワクワクの実ギャラクシーはつけれるんだけど、うん、それでもやっぱこうどっち使うかって言われたら持ってたら絶対こっちだなっていう感じです。なるほど、はいはい、ということでマリーアンジュ進化、はい、特徴がですね、種族が魔人、うん、神化は亜人になるので注意してください。おで、ラウドラでトライブパルス、これ同族に攻撃が来るんですよね、うん、エベルインライトがねやってくる攻撃なんですけど、はい、それがあるんでアルセーヌと同族を避けれるのはね非常に大きいかなと思います、うん、2つ目、幻影キラーを持ってます、うん、豪絶キャラクターなどに刺さるキラー効果ということで 1.5 倍。おこれも結構でかいぜ。大きいよね 1.5 は、うんうん、3つ目、ストライクショットがラウドラで有効、うん、これですね、自強化と最初に触れた敵の位置に移動なんで雑魚処理用の配置が非常にしやすいのかなと思っております。はい、うん、いけるけそ、うん、豪絶ラウドラ、爆絶カタストロフィー、エデン、カナ、ヨミ、うん、超絶ドゥーム、カイ、大黒天、カイ、カルマ、リョフ、ニルバーナ、クシナダなど、うん、劇究極がロコモコ、超孔明、ケアブリなどになります。お次、マリーアンジュ、神化、うん、特徴がまず一つ目が種族が亜人、こっちが亜人ないね、そう、進化は魔人になるので注意してください。はい、2つ目、そこそこの友情火力と白爆発 S、うん、これ白爆発 S がいいんだよな、誘発やね、あ、共友情との砲撃方と相性がいいということですね、うん、3つ目、アルセーヌファントムと相性がいい、お超砲撃型のアルセーヌとアビが被り種族激臭戦型が一緒、うん、で白爆発でアルセーヌの友情も誘発できます、うん、いいね、素晴らしいよね、うん、うん、相方みたいな感じになるな、お、うん、4つ目、代用キャラ徳川秀忠がいる、うん、で徳川は侍で戦型もスピード型のためマリーの方がワクワクの実の恩恵を受けやすい、そうだね、あと白爆も持ってるからね、ちょっとこの辺はね、うん、一応代用はできるんだけどっていうところかな、うん、うんうん、いけるけそ、はい、豪絶イグノ、爆絶ヨミ、超絶ティファレト、クシナダ、ツクヨミ、ヒヒーロカネ、うん、ただヒヒーロカネに関しては反射制限が出るのでちょっと注意してください、はい、劇究極は小雪、テレシー&パレシーなどがあります、うん、はい、まとめです、うん、進化が豪絶ラウドラに思い切り刺さります、うん、アルセーヌとマリーで難易度はかなり下がるはず、神化はファントムと非常に相性が良く豪絶イグノで使える、うん、進化はアルセーヌ、アナーキーの方、うん、神化はアルセーヌ、ファントム、うん、といった感じでアルセーヌの相棒になりかねない降臨キャラになります。どっちも使われていいね、そう、どっちもね、うん、スライドさせてどっちにも対応できるので、うんうん、これはめっちゃいいなと思います、うんうん、運極優先順位、はい、E、 他のキャラで代用が効くもののスライドさせるなどでアルセーヌのアナーキー&ファントムどちらとも一緒にいろいろ連れていけるのは大きいと思います。完全に相方やね、うん、すごいよな、こんなに合うキャラいるんだねやってきたねやりましたねそういうことです、はい、期間限定のためこの機を逃すと運極を作る機会は復刻する場合しかなくなります、うん、しかし通常の降臨キャラは書庫に追加されると英雄の証をつけれるためそこが少しネックになります、うん、つけれないからね、英雄の証ね、多分、うん、でチャペリーは特に他のキャラでは代用が効かない性能を持っているので優先的に運極を作った方がいいです。なるほど、難易度もね高くないから、うんうん、これはねちょっと作っといた方がいいと思います。はい、はい、
といった感じで、まあいろいろちょっとお話しさせていただいたんですが、やっぱ期間限定のキャラクターで、英雄の証をつけれないっていう欠点はあるものの、性能が非常にいい。どれも優秀やね。そうなんです。だから今回はちょっとですね、できれば3体とも作った方がいいかなっていう結論なんですけど、まあ、特にチャペリンに関してはもう絶対作った方がいいんじゃないかなって思ってます。はい、よかったらね、お忙しい皆さん参考にしてください。ということで今回の動画はこれにて終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい夢見れよ。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、今回ね、みんなウェディングドレスとかじゃないですか。あ、そうやね。ああ、かわいいよね。ああ、ジューンブライドか。あ、6月やから。今気づいたの？今気づいたの？あ、そう。なんて言ったって縁ないからな。そうやな、あまりに縁がなさすぎてな。帰るわ。ちむっちゃうけどな。ほっとけ。